2005年10月15日、横田基地で今年初めて大規模なカスタムカーを展示するイベントが開催された。このオートホビーカーショー2005では、豪華なドレスアップを施されたカスタムカーをはじめ、スポーツカーやクラシックカーなどのホビーカーおよそ70台がモーターフリックを出迎えた。司令官の方から、若い兵隊に対して、何かいいものができないかということで、車と音楽をこう掛け合わせて、じゃあうまくやることはできるよということ で、それが子供だったんです。大手の会社の方に声をかけさせていただいたところ、じゃあもうみんなで集まって、じゃあアメリカの兵隊のために、じゃあ一旗開けようじゃねえかということで、車の日米友好をやってしまおうと、それで話が大きくなってこうなりました。多くの大手メーカーが集まり、個性豊かなカスタムカーがずらりとディスプレイされる中、福田のミニトラックカスタムをメインに行うティントショップも参加しています。横田基地に、ね、中に入るということ自体が通常車ではできないんで、いいと思います。他にも商品を目指して自慢のサウンドシステムの音圧を競うサウンドコンテスト、国際 A 級クラスのトップライダー三谷秀明選手と田中博人選手によるトライアルデモンストレーションや、メインステージにジャズ界巨匠ドラマ菅沼浩三によるジャズセッションなど、華々しく開催されたオートホビーカーショー2005だが、訳あって日本人への一般公開はされなかった。基本的に対象が兵隊さんということがあって、でまずここで、まず初めての車のイベントということで、セキュリティの都合上そこから始めさせていただきました。これで普通の一般の市民とかが入れればもうちょっといいのかなとは思いますけど、初開催にして早くも公開を求める日本からの要望が多いこのイベント、もちろん基地側ではオープンゲートも視野に入れているを目的に1年1年積み重ねていこうと思っています。今までにないモーターフリークによる日米友好の祭典が生まれる日を楽しみにしていてほしい。